シュヨアガは韓国の卓球選手。戦型はカットマン ?1997 年から韓国代表として ITTF プロツアーに参戦している。2000年の第2回世界クラブ選手権大会では韓国大武将権チームの一員として出場し、ワルドナーやリュウ国領を破る活躍を見せ、チームの準優勝に貢献した。2001年の ITTF プロツアー。 ジャパンオープンでは、シングルスで準優勝の成績を残す。2003年世界選手権では、バックカットとフォアドライブを組み合わせたプレーで、アレクセイスミルノフ、リセイ、ショーチフチ、バリン、カリニコス・クレアンガという強豪選手を次々と破り、当時世界ランキング61位ながら、決勝に進出した。その後、所属チーム内での礼遇をめぐって、韓国卓球協会と対立し、 代表からも追放されてしまう。しかし2005年11月に復帰すると、2006年の世界選手権、2008年の世界選手権で韓国代表として出場、チームの準優勝に貢献している。2012年3月、世界ランキングで自己最高の5位となった。同年のロンドンオリンピックにも出場し、団体では銀メダルを獲得。 その後、チームメイトの柳小瓶やゴナオギンが、第一戦から退く中、韓国代表として、プレーを続け、2014年東京大会や2015年、蘇州大会にも出場している。2017年のシーズンで引退をしコーチなどを、知っていたが2019年に復帰を、発表、2019から20シーズンの T リーグの、琉球アスティーダに加入。ぶつ切れで、切れ味。 安定感ともに抜群の量、ハンドカットが特徴的だが、かつてドライブ主戦型だったためか、フォアハンドの攻撃力も攻撃型といっていいほどに高い。そのためストップやツッツキ、ループドライブといった本来カットマンに有効であるはずの技が効かないことが多く、打ち合いのラリーになることもしばしば。バック面の粒高の使い方も非常に巧みで、 意表をついた前陣でのブロックスマッシュもなかなかの威力がありノータッチで抜かれることも多く反転せずにバック粒高でもスマッシュを打ててしまうほどまたカットの切れ味や変化は世界トップレベルのドライブを誇る馬流やボールでもネットミスするほどの回転量を有するそのため2003年の世界選手権パリ大会での準優勝という実績やその プレーの安定性などから世界最強のカットマンとの呼び声が高い。ありがとうございます。